はい、高知です。今日は品川区の子どもたちのために防災サッカー、ウォーキングサッカーを一緒にやっていただきありがとうございます。ありがとうございます。噛んでたね。で、今日は紹介してくれないと。石川凪選手。あ、そうですね、はい、自分で紹介した方がいいと思う。あの FC 東京のクラブコミュニケーターを務めてます石川です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、奈緒さんが子供の頃にやってた練習などを教えていただけたらなと思うんですけど、はい、なんかありますか。僕は昔からですね、ドリブルが得意だったんですよ。はい、で、ドリブルの練習はもう本当に小学校から低学年から高学年までずっと、はい、あのカラコンドリブルとか、はい、あとはあの本当にラインからラインまでをまずインサイドだけとかアウトサイドだけとか足の裏だけとか、はい、ドリブルに割く時間は練習の 70% ぐらいはもうやってました。はい、ぜひじゃあ一つなんか、いやもう普通にまあ、そっち向かっていきますけど、まあ、まずインサイドでこう細かく触りながら、はい、まあ、顔を上げるとか横見るとか、はい、でもすごい単調なんですけどね。はい、こういうような、まあ、右足だったらもう本当インステップ、あ、インサイドアウトサイドでやるんですけど、まあ、ボールタッチの質もそうなんですけど、はい、僕が意識してたのは実はこの触ってる方じゃなくてこっちの立ち足なんです。はい、立ち足でこうリズムをつくこと、はい、であと僕得意だったのは、まあ、ここからグッとこう出てくるドリブルが得意だったんですけど、はい、結局ボール触るのは柔らかくタッチしてあげるだけでこっちの足でしっかりとグッと出てくる、ドリブルの中でもそういうこう緩急の変化だったり、はい、相手に向かって勝負することもそうですし、はい、自分で工夫してドリブルを練習してました。ただ単の練習だけではなくて。わかりました、ありがとうございます。はい、でこの皆さんから教えていただいたのを子供たちに指導できたらなと思います。そうですね、ここからグッとスピード上げることと、はい、もう一つは僕得意だったのは、はい、ダブルタッチが得意でした。はい、あ、なるほど。これで小学校の時はよく抜いてたんで、はい、ぜひボディフェイクからダブルタッチでかわすところ。あ、いいっすね、いいっすね。どうしようかな、まあ、ドリブルしながらちょっとこう入れて体でフェイントしながら相手の状況を見といてこうリズムを変える、ボディフェイク、フェイントとボールタッチと、はい、まあ、それはちょっとこうレベルが上がってきてスピードを上げていく。はい、ありがとうございます。はい、こんなんでいいですか。ありがとうございます。いや、今日はこの後ちょっと花火もあるので、ぜひ楽しんでいってください。はい、ぜひぜひ。去年も来させていただいて非常に迫力ある花火だったので、はい、今年もぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではバーイ、タカチ決め台詞。ありがとうございました。ありがとうございました。あれですか、竹さんとは小学校時代一緒にですか。もう竹中はもうバッチバチ、僕がドリブルするのを、はい、もう気合でガシャーンってこう来る、だから一番苦手だったんですよ。ドリブルさせてくれなかったから、だからもうすごい印象残ってて、はい、顔も小学校からあのままだし、あ、そうなんだこの嫌そうな顔はって思いながら。あ、じゃあ上手かったんですよ。うまいし強いし、はい、戦うし、本当嫌な選手。だからこうやってまた一緒にね、会って話できたりとか、いろんな仕事ができるっていうのもすごい縁で。はい、そうですね、竹中の兄弟もしてるし、お父さんもしてますよ。家族ぐるみで。家族ぐるみで、はい、あと練習中、結構足の裏の優位性を言ってたと思うんですけど、はい、僕らフットサルクラブなんですね。はいはい、なのでなんかフットサルの良さっていうか、なおさん的にどう考えてますか。はい、フットサルは僕自身もやってすごい難しいなとは思ったんですよね。結構動きすぎちゃうね。うん、動きのその質というか、例えばスピードを上げるところのタイミングっていうか、こう角度を取って振っていく動きだったり、うん、その中でやっぱり一番ボールを結構スピーディーにボール回すじゃないですか。その中でやっぱ遠すぎる。やっぱ足の裏ってすげえ大事だなって。やっぱイニエスタとかね、使いますもんね。イニエスタめちゃくちゃ使うし、やっぱり分かんないですよね。ボールをここから、まあ止めた状態から動かせるじゃないですか。うん、この止めた状態から動かそうとすると体もやっぱり一緒に動くんで、僕がまあこうされたら結構ついていけないんですよ。そういうのが足の裏は有効で、
止まった状態からちょっと角度変えてすぐ変えられるっていう。なるほどなるほど。そういう意味でも足の裏は、あ、まあ、トラップだったら本当にツーボール来ても結構クッとでこの状態から引いて相手と、すごいこの足の裏を使える選手は非常に小学校からそれって有効かなと思います。なるほど。フットサルもそうです。あとサーフィンも大好きですよね。サーフィン大好きです。サーフィンはもう気分転換に、うん、はい、やってるんですけど。今もまだ やってるんですか。サーフィンやってます。はい、僕らもクラブでこの間サーフィン体験行って、いいですね。はい、すごい。だからそういうなんかいろんなアクティビティっていうかこうチャレンジをするってすごい大事で、うん、僕もどうしたらこう FC 東京の中でそのサッカーだけじゃない、うん、ものをこう吸収してサッカーにつなげようかなっていうところは考えてるので、はい、それが先ほどおっしゃったように街づくりにつながったりとか、はいはい、地域連携とか社会連携につながったりとか、サッカーをハブにしていろんなこう取り組みをしたいなっていう。うん、はい、ぜひぜひ今度チャレンジしたいです。今度一緒に行きましょう。行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、お願いします。ぜひ機会があれば。はい、はい。